ットゲートが開きます。人が出てきます。今宮ハンター、上原ハンター、君なら松浦ハンターに矢田ハンター、水篠ハンター。ゲートが消えました。まさか生存者は皆さんだけですか？下級ハンターだけが戻ってきただと？帰ろう、家まで送る。お待ちください、少しお聞きしたいことがあります。今日は疲れましたので。我々は今回9人ものギルド員を亡くしました。責任者としていくつかお話を聞かなければなりません。残りの3人を助けたのは俺です。責任者なら先に礼を言うべきじゃないんですか？失礼しました、申し訳ございません。私にあんな態度を見せるとは大した度胸だ。お気をつけて。お疲れ。この探検でよしとしよう。もしもし、朝比奈さん、迎えに行くからマンションの前で待ってて。ん？朝比奈さんってもしかして。わざわざすいません、瞬間。おはようございます、隊長。あの後少しは寝れた？一睡もできませんでした。瞬君は寝れましたか？俺は横になったけど、あんまり。夜、一睡も？疲れた？水篠さん、朝比奈さんは未成年です。だったら。あ、いえ、何でもありません。やるか。勲章断罪。砕け散れ、切り刻んでやる。はあ、終わりだ。勲章断罪。面白そうだ。経験値が稼げそうだ。
罪。つまらない相手だな。消えろ。この程度。俺の力で突破してやる。ウォーミングアップでもするか。万歳。嫌な予感がする。軽く走るか。洞窟が崩れてます。来た道を戻るぞ。軽く走るか。そんなものだ。いつでも行ける。ゲートがどこにつながっているかは入ってみないとわからない。こんなに寒いならもっと着込んでおけばよかった。君主これ。万歳。
の番遅い。バラバラにしてやる。空気取れ。つまらない相手だな。消えろ。勲章。万歳。終わりだ。フレイムスピア。バラバラになるだけ。テティスの怒りに飲み込まれろ。起きろ。勝負してみないか。やるか。勲章。万歳。面白そうだ。
ウォーミングアップでもするか。万歳。さて、始めるとするか。経験値が稼げそうだな。勲章。万歳。終わりだ。これで終わりだ。逃がすか。
さて、始めるとするか。やるか。勲章。断罪。終わりだ。くらえ。さて、始めるとするか。ここが最後のゲート。無事にクリアできたらハンターとしてシュン君に一歩近づけるかな。吹き飛べ。そこだ。終わりだ。くらえ。勲章。断罪。これからの計画は？簡単な筆記試験を受ければギルドマスター免許が取れるんで、それ持って父に話をしてみるつもりです。水篠さんはこれからどうするんですか？しばらくは連絡つかないと思う。水篠さん、僕のこと面倒に思ってるなら正直に言ってください。諸菱くん、俺のことどう思う？僕には兄が一人います。兄弟で何かをしたことってあんまりないんですけど、水篠さんが僕の兄貴だったらなって思います。それなら今日からお前は俺の弟だ。
水篠さん、ハグしてもいいですか？おい、いつの間にそんな酔ったんだよ。大きな事故があったようですが、詳しくご説明ください。上級ハンターが亡くなったにもかかわらず、下級ハンターが生還したというのは本当ですか？何かご存知ですか？事故が起きたのは事実です。助力者は確認できませんでした。質疑応答は以上とさせていただきます。助力者、今のって俺のことだよな。諸菱ギルドを任せてほしいだって？そうなんだ父さん。静かにお入りください。レッドゲート事件の生存者の一人、松浦良平ハンターだ。あの日誰がいたのか息子に話して聞かせてやってください。はい、高校生くらいのハンターと水篠俊ハンターがいました。私が実力あるハンターに興味を持っているということは知っているはずだ。協力者がいたという噂があるのだから調べないわけがない。お前の攻撃隊のメンバーの票の中にもその人物の名があった。違うか？その通りです。でも僕に諸菱ギルドを任せてください。ふん、分かった。お前にギルドを任せてみよう。え、なんで？お前が言ったのだろう、外部の人間にギルドを任せるのは危険だと。その水篠というハンター、うちに連れてくることができるか？頑張ってみます。こっちの番だ。